おい、なんだこの生き物は。こいつはあれだぜ、この土地の主、この土地を住めるもの。いや記者だ、知らねえのかよ。この土地の守り神かもしれないだろう。いや記者だって言ってるじゃんか。列車わかる？乗り物なの、人を運ぶ。え、列車？じゃあカラスが言ってたのがこれか。無限列車か。ここで煉獄さんにいろいろ聞けたらいいんだけど。炭治郎、これからどうする？煉獄さんと合流しよう。どこで？この辺は匂いがしないから、もう列車に乗り込んでるんだと思う。お、お前ら！まさか、この主の腹の中に入ろうってのか！だから列車だって言ってんだろう。いいぜ、俺も入ってやるよ。まさか主も俺たちが腹に攻め込んでくるとは思ってねえはずだ。戦いの始まりだぜ。もういい。よし、行こう。すげえすげえ、はえぇ、柱だっけ、その煉獄さん。顔とかちゃんとわかるのか？うん、派手な髪の人だったし、匂いも覚えているから。だいぶ近づいてき、うまい。うん、うまい、うまい、うまい。あの人が縁柱？うん、うまい、うまい。あの、すみません、煉獄さん。うまい。あ、もうそれはすごくわかりました。うむ、そういうことか。だが知らん、日の神神楽という言葉も初耳だ。君の父がやっていた神楽を戦いに応用できたのは実にめでたいが、この話はこれでおしまいだな。え、ちょっともう少し。俺の継ぐ子になるといい。面倒を見てやろう。待ってください。そしてどこを見てるんですか。炎の呼吸は歴史が古い。炎と水の剣士はどの時代でも必ず柱に入っていた。炎、水、風、岩、雷が基本の呼吸だ。他の呼吸はそれらから枝分かれしてできたもの。霞は風から派生している。溝口少年、君の刀は何色だ。俺はかまどですよ。色は黒です。黒刀か。それはきついな。きついんですかね。黒刀の剣士が柱になったのを見たことがない。さらにどの系統を極めればいいのかもわからないと聞く。俺のところで鍛えてあげよう。もう安心だ。面倒見のいい人だな。結局日の神神楽のことは分からなかった。それに俺の黒刀はやっぱり珍しいのか。鋼塚さんや鱗滝さんもあまり見ないって言ってたもんな。落ち込むことはないぞ。今はまだ柱になったものを見たことがないだけだ。君が初めての霊になるかもしれん。日の神神楽についても同じだ。今はわからないだけだ。それにここで悩んでいては任務に支障が出るぞ。いつ鬼が出てくるかわからん以上、よそごとを考えている暇はない。嘘でしょ。鬼出るんですか、この記者。出る。出んのかい。いやー、鬼のところに移動してるんじゃなくここに出るの。いやー、俺降りる。短期間のうちに
この汽車で40人以上の人が行方不明となっている。数名の剣士を送り込んだが、全員消息を絶った。だから柱である俺が来た。はあ、なるほどね。おります。いやだ、降りる、降りるんだ。こんなとこにいたくない。切符拝見いたします。何ですか？車掌さんが切符を確認して切り込みを入れてくれるんだ。なんだろう、嫌な匂いがする。拝見しました。車掌さん、危険だから下がってくれ。下級のこと言え、対等は不問にしていただきたい。その局を隠していたのは血気術か。気配も探りづらかった。しかし罪なき人に牙を抜こうものならば、この煉獄の赤き炎刀がお前を骨まで焼き尽くす。炎の敵、一の方、知らない。すげえや兄貴、見事な剣術だぜ。オイラを弟子にしてくだせー。いいとも、立派な剣士にしてやろう。オイラも、オイドンも、みんなまとめて面倒を見てやる。煉獄の兄貴、兄貴。夢を見ながら死ねるなんて幸せだよね。どんなに強い鬼狩りだって関係ない。人間の原動力は心だ、精神だ。精神の核を破壊すればいいんだよ。そうすれば生きる屍だ。殺すのも簡単。人間の心なんてみんな同じ、ガラス細工みたいに脆くて弱いんだから。俺の手駒たち、行っておいで。そして鬼狩りたちの心を壊してくるんだ。俺は何をしに来た。そうだ、父上へ報告だ。柱になったこと。柱になったからなんだ。くだらん、どうでもいい。どうせ大したものにはなれないんだ。お前も俺も。兄上、父上は喜んでくれましたか。俺も柱になったら父上に認めてもらえるでしょうか。昔からああではなかった。鬼殺隊で柱にまでなった父だ。情熱のある人だったのに、ある日突然剣士を辞めた。突然。あんなにも熱心に俺たちを育ててくれていた人が、なぜ。考えても仕方がないことは考えるな。千次郎はもっとかわいそうだろう。物心つく前に病死した母の記憶はほとんどなく、父はあの状態だ。正直に言う、父上は喜んでくれなかった。どうでもいいとのことだ。しかしそんなことで俺の情熱はなくならない。心の炎が消えることはない。俺は決してくじけない。そして千次郎、お前は俺とは違う。
お前には兄がいる。兄は弟を信じている。どんな道を歩んでもお前は立派な人間になる。燃えるような情熱を胸に頑張ろう。頑張って生きていこう。寂しくとも。あった、壁だわ。風景は続いているけど、これ以上進めない。誰しも夢の外側には無意識の領域がある。無意識の領域には精神の核が存在していて、これを破壊されると持ち主は廃人になる。早くこいつの精神の核を破壊して、私も幸せな夢を見せてもらうんだ。領域、熱い、燃えてる。見つけた、精神の核。赤いのは初めて見た。でも精神の核は脆いから簡単に壊せる。ガラス細工のように。で急にお兄ちゃん泣き出すからびっくりしちゃった。変なの。まあ疲れているのかもしれないわね、炭治郎。無理しないで今日は休みなさい。そんな大げさだよ、平気だから。本当に？うん、何か悪い夢でも見てたみたいだ。遊ぼうよ。あれ、禰豆子は？姉ちゃん山菜取りに行ってるよ。え、昼間なのに？え、ダメなの？あ、いや、あれ、変なお兄ちゃん。炭治郎、お風呂の準備をしてくれる？私は食事の準備をするから。うん、わかった、すぐやる。俺もやる。あ、じゃあ私も。しげるがお兄ちゃんを困らせないように見張っとかなきゃ。さて、あれ、消えた。何だったんだろう、見間違いか？兄ちゃん、どうしたの？いや、なんでもない。さ、川に水を汲みに行こう。はーい。水を汲んでくる。はーい。
起きろ。お兄ちゃん。禰豆子の匂いだ。起きろ。攻撃されている。夢だ、これは夢だ。目覚めろ、起きて戦え。そうだ、俺は汽車の中だ。お兄ちゃん大丈夫？早く戻らないといけない。ごめんな。お兄ちゃん。俺に夢を見せている鬼が近くにいるなら、早く見つけて切らなければ。早く。お兄ちゃん、どこ行くの？今日は山菜いっぱい採れたよ。おお、兄ちゃん、こんなとこで何やってんだよ。水汲みに行ったんじゃなかったのか？炭治郎、どうしたの？その格好は？ああ、ここにいたいな。ずっと。振り返って、戻りたいな。本当なら、ずっとこうして暮らせていたはずなんだ。ここで。本当なら、みんな今も元気で、禰豆子も光の中で、青空の下で、本当なら、本当なら。でも、もう俺は失った。戻ることはできない。お兄ちゃん、置いていかないで。早く精神の核を破壊しなければ。なんという美しさ、どこまでも広い。そして暖かい。いない。鬼がどこにもいない。匂いはするんだ、かすかに。でもなんだこれは、幕がかかっているようだ。どこからでもかすかに鬼の匂いがする。場所を特定できない。どこだ、どこだ、どこにいる。炭治郎、刃を持て。切るべきものはもうある。切るべきものはもうある。切るべきもの、目覚めるために。分かった。
と思う。でももし違っていたら、夢の中の出来事が現実にも影響する場合、取り返しが。迷うな。やれ、やるんだ。夢の中の死が現実の目覚めにつながる。つまり切るのは自分の首だ。うわ、大丈夫、生きてる。そうだ、これ切符。やっぱりこれもかすかに鬼の匂いがする。切符を切った時に眠らされたんだな。鬼の細工がしてあるんだ。これだけ微量の匂いでこれほどの強い血気術を。あ、煉獄さん、善逸、伊之助。手首を縄でつながれている。誰なんだこの人たちは。なんだろうこの縄。日輪刀で断ち切ると良くない気がする。禰豆子、頼む、縄を燃やしてくれ。うん。ん？夢が途切れた？まさか失敗したのか。まあ、所詮彼らは捨て駒。時間さえ稼げていれば別に構わないけど。邪魔しないでよ！なんだ、鬼に操られているのか。あんたたちが来たせいで幸せな夢を見せてもらえないじゃない！何してんのよ。あんたも起きたなら加勢しなさいよ。結核だかなんだか知らないけど、ちゃんと働かないならあの人に言って夢見せてもらえないようにするからね。まだいたのか。俺とつながっていた人だろうか。結核、病気なんだ。かわいそうに。許せない鬼だ。人の心につけ込んだ。僕はこの病の苦しみから逃れられるなら人を傷つけてもいいと思っていた。でも君の夢の中、心の中は温かかった。ごめん、俺は戦いに行かなきゃならないから。幸せな夢の中にいたいよね。わかるよ、俺も夢の中にいたかった。大丈夫ですか？ありがとう。気をつけて。はい。すごい匂いだ。重たい。この風の中、鬼の匂いがここまで。鬼は風上、戦闘車両か。禰豆子、お前はここで待ってろ。みんなを起こせ。おはよう。まだ寝ててよかったのに。こいつが。せっかくいい夢を見せてやっていたでしょ。お前の家族みんな惨殺する夢を見せることもできたんだよ。今度は父親が生き返った夢を見せてやろうか。
人の心の中に土足で踏み入るな。俺はお前を許さない。俺の家族を侮辱するな。手応えがほとんどない。もしやこれも夢か。あの方が柱に加えて耳飾りの君を殺せって言った気持ち、すごくよく分かったよ。存在自体が何かこう、とにかく尺に触ってくる感じ。知らない。素敵だね、その顔。そういう顔を見たかったんだよ。首を切ったのにどうして死なないのか教えてほしいよね。いいよ、俺は今気分が高揚してるから。赤ん坊でもわかるような単純なことさ。それがもう本体ではなくなっていたからだよ。今喋っているこれもそうさ。頭の形をしているだけで頭じゃない。君がすやすやと眠っている間に俺はこの汽車と融合した。この列車のすべてが俺の血であり肉であり骨となった。その顔、いいねいいね、分かってきたかな。つまりこの汽車の乗客200人余りが俺の体をさらに強化するための餌、そして人質。ねえ、守りきれる？君は一人でこの汽車の端から端までうじゃうじゃとしている人間たちすべてを俺にお預けさせられるかな。煉獄さん、ゼイス、ヒノスケ、寝てる場合じゃない、起きてくれ、頼む。ネスコ、寝ている人たちを守るんだ。爆発覚醒、衝突、ワッシン、イノスケ様のおとおりじゃ。イノスケ、もうこの汽車は安全なところがない。眠ってる人たちを守るんだ。この汽車全体が鬼になってる。聞こえるか、この汽車全体が鬼なんだ。やはり俺の読み通りだったわけだ。俺が親分として申し分なかったというわけだ。どいつもこいつも俺が助けてやるぜ。すべからくひれ伏し、あがめたたえよ、この俺を。雷の呼吸、一の方。6連。禰豆子ちゃんは俺が守る。守る。切っても切っても全然減らない。どうすれば。あ、なんだ、鬼の攻撃か。かまど少年、煉獄さん、ここに来るまでにかなり細かく斬撃を入れてきたので鬼側も再生に時間がかかると思うが、余裕はない。手短に話す。この汽車は8両編成だ。俺は後方5両を守る。残りの3両は黄色い少年とかまど妹が守る。君と井の頭少年はその3両の状態に注意しつつ鬼の首を探せ。首？でも今この鬼はどのような形になろうとも鬼である限り首はある。俺も急所を探りながら戦う。君も気合を入れろ。すごい、見えない。煉獄さんが移動した揺れだったのか。状況の把握と判断が早い。5両を1人で
感心してる場合じゃないぞ、バカ。やるべきことをやれ。鬼の匂いがどんどん強力になってる。急げ。伊之助、伊之助どこだ。うるせえ、ぶち殺すぞ。そこにいたのか、伊之助。これから俺たちは前方の。分かってるな。そして俺は見つけてるからな、すでにな。全力の七の方でこの主の急所は。そうか、やっぱり前方だな。そうだ、前だ。とにかく前の方が気色悪いぜ。分かった、よし行こう。ちょっとつ回せ。怪しいぜ、この辺り特に。うっ、クソが、近づけさせないつもりだ。させないよ、行かせない、首も切らせない。お前たちはここで眠りにつくんだ、深い深い眠りにね。早く首を。伊之助、このマスターが鬼の首だ。父さん、守ってくれ。この一撃で骨を断つ。火の神神楽、セキラの天。やべえぞ、お手数。おい、大丈夫か、大丈夫か、三太郎。しっかりしろ。伊之助、鬼の肉でバインバインして助かったぜ。逆にな。俺はすぐ動けそうにない。他の人を助けてくれ、頼む。言ってやるよ、親分だからな、子分の頼みだからな。夜明けが近づいている。呼吸を整えろ。早く怪我人を助けないと。根津子、善逸、煉獄さん、きっと無事だ。信じろ。体が崩壊する、再生できない。負けたのか、死ぬのか、俺が。バカな、バカな、俺は全力を出せていない。人間を一人も食えなかった。記者と一体化し、一度に大量の人間を食う計画が台無しだ。こんな姿になってまで、これだけ手間と時間をかけたのに。あいつだ、あいつのせいだ。200人も人質を取っていたようなものなのに、それでも押された、抑えられた。これが柱の力。負けるのか、死ぬのか。ああ、悪夢だ、
鬼狩りに殺され続けるのはいつも底辺の鬼たちだ。上弦、ここ100年顔ぶれの変わらない鬼たち、山ほど葬っている。鬼狩りの柱さえも葬っている。異次元の強さなのか。やり直したい、やり直したい。なんという惨めな悪夢だ。